っとこれだ、これはまずい、チームエリエリ選手落とされた。エリアもですね非常に強力なので、チャンピオン一番近い位置にいるチーム、チームエリです。さあここまで行く、スナイパーここも当てていく、何発当てるんでしょうか、ラッシュ。さあそしてチームファイブネスも今いい位置を取れています。こっちにもいるよ、 OK、 かかります、あるよ、okay、やべ、大丈夫大丈夫大丈夫、救急車だ救急車だ、ね、おお、やば、いやーそれはつらい、それはつらい、強いお前、もうウルト何個投げるの、ウルト何個投げるの、ウルトやばかったね、マジで全員びっくりしたもん、うん、えってなって、うん、こんな一瞬で全員解けたから、うん、ファイブネス e スポーツフェリシアで活動しています、モモンガと言います。ネムと言います。春夏です、よろしくお願いします。ゲストめっちゃ豪華だったんで、うおーすげえと思って、もう出ようってなりましたね。とりあえずひたすら有利ポジションをキープして、でリング収縮と同時だったんで、そのエリーさんを倒した時が、でリング収縮する前にあのリング入ってないチームとかを打てるんですよ、あの有利ポジションっていうか高いポジションとかを取ってればリング入ってて、なんで打とうっつって打った相手がたまたまエリーさんだったという感じですね。そうですね、僕は今のところ欲しいものがないので、まあ、貯金という形で、あと今日頃お世話になってる母親とかには渡そうかなっていう。うわ、美味しいものを食べようと思います。美味しいコンビニ弁当をね食べようと思います。自分もその美味しい焼肉とか食べ行こうかなって思ってます。実際そのエリーさんをキルしたモモンガさんからこうなんか一言エリーさんに伝えるとしたら、なんかメッセージお願いします。ディテールテレ、いや10万円ありがとうございます。招待していただけるなら、まあ、次も10万円いただきます。ありがとうございます。強かった、確かにこのチーム、うん、しっかりやっぱ皆さんこの大会の参加が決まって、一般参加のチームの方々もこう、うん、チーム内で準備してるのが伝わってくるというか、知ってたね、今の逆の視点見てて、うんうん、あそこいいなと思ったんで勉強になりました。確かに確かに